皆さんこんにちは。今日からですね、尺八吹奏法大全ということで、尺八の吹き方を非常に細かいところまで、全て解説していきます。今日のテーマは姿勢、そして尺八の持ち方というところです。まずですね、姿勢なんですけれども、よく誤解されるのはですね、いい姿勢をして吹いてくださいというようなことを言いますけれども、本当の日本の、古い方たちがしていた姿勢というのは、今のいわゆる気をつけといって、こう骨盤を起こしているような姿勢とは違います。これは日本の、風土、生活習慣などによって、培われたものです。まずですね、日本は非常に山岳地帯が多い、また湿度が高いので、足場が悪い、そして、稲作をしていたので水田での作業が多かった。その上ですね、もう一つあります。帯をしていたということでですね、それらをまず総合すると、足を曲げていなければ立っていられなかった。まあ膝を曲げていなければということですね。そうすると膝を曲げると必然的に骨盤を倒さなければいけなかったということで、骨盤を倒して生活しているのが普通の状況だったんです。そして日本の文化、日本の音楽もですね、こういった姿勢、それからですね、呼吸法によって、生まれてきたという、経緯があります。そしてでは、この姿勢をですね、一体どうすればいいのか、順番を追って説明しますね。まずですね、このももですが、平行または少し狭いぐらいにしてください。これをですね、よく男性の方で足を開かれる方がいますけれども、こうすると実は体は不安定になります。なぜかというとですね、背中から、内ももの方に大腰筋という人間が持っている一番大きな筋肉が走っています。それがですね、足を閉じていると、しっかりこのように体を支えてくれます。しかし足を広げるとですね、この距離が短くなって、この筋肉がたるんでしまうんですね。なので力を発揮しようがなくなります。ですので足を必ず狭く、取ってください。そして次にですね、この膝も、90度の、角度を保ってください。そして次につま先ですけれども、まっすぐ前かちょっと内側という程度に、収めていただくといいと思います。そして次は骨盤なんですけれども、この骨盤をですね、起こした状態からこう倒してください。まずですね、そうしますと、必然的に背中がこう丸まってしまいます。そうすると少し肺とかお腹を押さえつけてしまって、呼吸量も少なくなりますので、このようにですね、骨盤を倒して背中をまっすぐ持ってくるという状態が一番いい姿勢と言えます。それではですね、これで、立っている時、そして正座している時はどうかということもちょっとやってみましょう。それでは正座の姿勢で、やってみます。足は、同様にあまりこのように開きすぎない、かえって不安定になりますね。なので、平行かちょっと狭いぐらいですね。そして、骨盤ですが、これもこのように、起こしすぎないということですね。そして、正座の時は腰掛けている時よりもですね、もっと倒すことができます。ですから、その時に、非常に、大きい呼吸量を必要とするとかですね、もっと安定性が必要だっていう時は、正座の時はかなり、目いっぱい骨盤を倒してもいいでしょう。
そして、この時は、大体ですね、お腹も張っていますから、呼吸法も非常に、安定してくると思います。はい、次は立った姿勢に行きます。よくですね、立った時に、膝を伸ばして、腰を伸ばしてしまいますが、そうするとおそらく皆さんの重心はかかとか、または親指の、付け根のところにあると思いますね。それをですね、少し膝を曲げてみましょう。そうすると、足全体で床を掴んでいるような、そんな感じになって非常に安定しますね。それとともにこの骨盤を倒すんですが、立っている時はですね、骨盤をあまり倒すとこのようになってですね、またこれを、維持していくのが非常に大変です。筋肉をものすごく使うということですね。なのでこの時は軽く膝を曲げて骨盤を、まあ、10% か 20% 倒す程度ですね。そして、尺八を持つ、そのような、角度にしていただくと全体が安定してきます。それでは、もう一度復習しましょうね。このように腰掛けた時は足は平行、またはちょっと狭いぐらいですね。つま先もまっすぐ前かちょっと内側ぐらいです。そして骨盤を倒して背中をまっすぐにしますね。ただこの時背中をですね、まっすぐにしようとするあまりちょっと反ってしまう方がいます。これは実は最悪です。なぜ最悪かというとですね、この反った体を維持するために腹筋をものすごく使ってしまいます。で、ここのお腹にですね、すごく力が入ってしまうとどうなるかというと、実は横隔膜が下がらなくなります。ということは呼吸ができなくなる、まあしっかり吸うことができなくなるということですね。なのでまっすぐ、かまたはこれでも反ってると感じる方は少し前傾している感じですね。前に傾いている感じ。そのつもりでやっていただくといいと思いますね。そして、お腹をですね、骨盤を倒してお腹を出しっぱなしにして呼吸をしてください。これは実は密足といって日本古来の、呼吸法です。ですから尺八をしたり、日本のいろいろな芸能をするときにはこの姿勢とこの呼吸法が必然となります。またこれをすることによって、それらがとてもうまくいくようになると思います。それでは皆さん試してください。